過去をめみは、中国三国時代の政治家。義に仕えた。字は、知見。父は、加工縁。兄は、加工工、加工派、加工省、加工武士、加工久去弟は、加工は、三国式士、諸加工総伝等に記述がある。幼少の時から才能と学問に優れ、賞賛を受けていた。また、葬儀に優れていたとも言う。台湾年間に、 他の三人の兄弟たちと共に、館内校を与えられた。ある時、広く才能のある人物を求める小直学だった。過去を恵みは、流将の人物を兼ねてから評価していたこともあり、美辞ー句を用いた推薦文を書き、これを上奏した。後に、三喜二郎、公文二郎となった。よく、小育と議論を交わすことがあり、過去を恵みの意見が採用されることが多かったという。 遠国の僧に転出し、落安大衆にまでなった。没年は不明だが、37歳で死去した。その文章や符は、三国史の編纂当時において、蘇林、伊丹、孫、ガイ、と進村の作品とともに、多くが伝わっていたという。小説、三国志演技では字を、宮城県とされている。兄の加工派、加工武弟の加工和とともに、 芝居配下の武将として活躍し、諸区の諸葛亮の北伐を防ぐ任務を果たしている。ありがとうございます。